まあ、小樽運河ですので、あの今日も天気いいですからね、あのそれぞれ、お写真撮る方いましたらですね、声かけていただければお写真撮りますのでね、その後はまっすぐ、空港の方に向かいたいと思います。で、当初この右側、ここ一帯が知事公館でございます。中には知事公宅、副知事公宅、道警本部長宅がございます。でここ通過しまして、まもなく右側に見えてくるのがちょっと奥になるんですけど、白い建物、北海道立近代美術館、どうぞ右側になります。昭和52年、地下1階3階建てで設けられたものでございます。フリーになります。高さ19メートルございます北海道神宮の第一鳥居ですが、今もう真正面に見えてきたあの茶色い鳥居です。あれくぐって先の方まで向かわせていただいたところに第二鳥居があり、そこから200メートルほど歩いていただいたところに神宮がございますけれども、ながらバスは道は右に曲がらせていただきます。では後ろのお客様、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、今ちょうどバスの突き当たり真正面に北海道神宮第一鳥居でございます。大国玉の神、大名持の御事、宿儺彦名の御事、そして明治天皇が祀られておりますのが、この北海道神宮でございます。ではちょっと途中でしたけど美術館まで行きました。その隣ルタオプラスルタオパトスってあるんですけど、ここのルタオっていうお店はチーズケーキ有名なんです。ドゥーブルフロマージュっていうチーズケーキが有名、ただ生菓子だから買って持って帰ることできないんですよ。なので目で楽しませてくれる感じにちょっと中改装してくれてたりします。で昔のいいところはそのまま残したりしてるんですよ。で、中の方入っていただくと分かるんですけど、今の時代の建物じゃないのでちょっと段差があったりレールが出てたりちょっと石畳になってたりするお店もございますから、ですごく雰囲気良くするために光灯と明かりつけてるお店っていうのが少ないかもしれませんから、その点だけ店内歩かれる際には十分気をつけてください。それでは右真横にはもう日本海がとっても静かですね。日本海とは思えないぐらい波一つない状態の静かな海の姿でございます。おたじゃなくて細く切ったやつで粘りが出る昆布とか売ってて、そこねなかなか好評、まあでもね大体の方はその看板が面白いから写真撮って帰ってくる方が多い。では今もうこの道あの高速道路降りましたんで、ここ一般道なんですよ。で進行方向左から右に行くんですよって言ってましたよね。この地図で言ったら、
では右奥の方に札幌ドームの姿眺めていただきながら、この先間もなくでこちらの札幌市とお別れとなり、隣町ここまでですね、皆様無事怪我もなく、回ることができました。皆様ご協力ありがとうございます。はい、これからですね、お帰りの際もですね、どうかお気をつけてご自宅までお帰りください。もう私もまさか5月に半袖になると思ってなかったので、私たちもびっくりなんですけど、冬は半袖半ズボン持ってきてくださいってよく言うんです。暖房かかってて、暖房効きすぎちゃって窓凍ってて窓開かないし過ごしにくいんで、半袖半ズボン必要ですよってよく言ってたんですけど、今はもう夏も冬もどっちもとりあえずランニングの1枚でも持ってきた方がいいんじゃないかなっていう感じになりました。で、今ちょうど三木真横に初日ご紹介しました政府専用機格納庫ですね、眺めていただきながら前方アンダーパスをくぐりましたら間もなくで到着となります。今回このベストシーズンというタイトル名がついたツアーにご参加いただきました。どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。それではこのアンダーパスくぐりましたら間もなくでご到着でございます。お疲れ様です。このままです。